言葉が下手だから分かってほしいから、あなたが宝物。言葉が下手だから分かってほしいから、あなたが宝物。子供の頃の意地悪は好きな気持ちの裏返し、本当のことはいつだってうまく言えない繰り返し。時にどうして心は怯えるのだろう。言葉が下手だから分かってほしいから、あなたが宝物。だから分かってほしいから、あなたが宝物。あなたが